すげえ。はい、ライバル師匠、はい、本日は、私非常に緊張しております、大先輩、はい、森本ひとりさんに来ていただきました。よいしょー。うわー、本物だ。なんでです。なんでわざわざこの太陽と逆を選ぶの。わ悪いよね。いやそんなことないです。ここに立ってくださる頭の先太陽でしょ。いや改めまして、帝京高校の大先輩、はい、そして北海道日本ハムファイターズから、横浜、そして、現役最後は西武ライオンズと、うん、森本ひとりさん来ていただきました。わ、本当にありがとうございます。いやこちらこそ。私個人のあれなんですけども、ひとりさんシールズクラブですよね。あ、そうです。私大田区の大三連というところでやってたんですよ。そうなんです。徳さん、そうなんです。そうなんです。大三連なの。そうなんです。もう姉妹チームですよ。そうなんですよ。ご近所。そうです。で、大三連入ってから、まあ、後に帝京に行くんですけれども、うん、その前に、まあ、シールズクラブで前モルムトっていうとんでもないやつがいて、はい、やっぱそういう選手になんなきゃいけねえっていうお話をずっとその監督さんがされて。え、長沼さん。そうですそうです。で、あれです、阿久津監督ですよ。いやー、それは知らなかった。そうですよね、ちょっと、はい、声もありながら、うんうん、ずっと個人的に森本さん見てました。いや、ありがとうございます。僕何よりも衝撃的だったのが、はい、森本さんが3年生で、うん、東東京戦ってらっしゃって、はい、守りの方で僕びっくりしたんですよ、うん、ショートされてたじゃないですか。やりました。で、神宮球場をちょっと視聴者の皆さんイメージしていただいて、右バッターがパーンってファールを三、はいはい、塁後方からレフトのちょっと前ぐらい、うん、こうファールゾーンの方にバーっていってたんですよね、うん、で、打球的にはもう圧倒的にレフトのポジション、うん、しかし、我らが、提供森本先輩違いますよ、定位置からうわー走っていって、レフトが取るところの、ファールフライを掴むという。僕あれを見て守備範囲、あ、提供すげえって思って、それで提供に行かせて。ほら、いや、ありがたいんですけど、はい、あまりショートの守備で褒められても、はい、2年も外野すぐにプロ入って2年目で外野に行ったんで僕の心のメモリー恥ずかしい限りですけど甲子園での現ソフトバンクホークスの和田投手から放ったバックスクリーン、うん、あれはもう衝撃的で、あ、提供だと。あ、びっくりしました。いやいや、あれね、あれ詰まってますもんだって。いや、そんなことないんだけど、あれすごいすごいって言われるんだけど、はい、今ね、和田毅選手はすごいピッチャーだけど、はい、高校の時の和田君は大したことなかった。本当にストレートも130キロ出るか出ないかぐらいで、そう、そうでしたよね、でもね、はい、で、まあ、変化球良かったんだけど、はい、真っ直ぐは、はい、まあ、結構内頃だったんだ。あ、なるほど。その後ね、はい、大学行って、はい、プロで対戦したときに、はい、もうあのイメージでいくじゃん。そうです、そうです、ね、足上げてた、もう足ついて振ろうと思ったらドーンってついてねえって大学で何が起きてたんだ何してきたんだ大学でみたいな。急成長が全然違うと。急速がね、15キロぐらい速くなってて。そんな速くなってたんですか。びっくりして、むちゃくちゃ打ちづらくなってて、あ、完全に仕返しやら、まされましたこういう先輩を本日お招きしまして。ありましたね、そんな。いやいや、本当に今日一緒に。いや、ありがたいんですよ。いやいや、僕の噂でね、はい、僕ね、YouTube ね、本当に見なくて、はい、でね、なんか徳さんって帝京の野球部って聞いて、はい、あ、そうなんだぐらいの感じだったんですけど、はい、まあ、まさかね、はい、YouTube 僕も始めて、そうですよね、番組に呼んでもらえるなんて思ってなかったんで、はい、いえいえ、今回は本当に大変でしょ。もう女も髪もこうなんか、いや、とんでもない。モテる、もう気にしないです。モテる流れじゃないですか、この感じは。もう全然気にしないです、モテる流れ。今日何やるんですか。今日はですね、軟式ってあんまり歌ったことないです。あのね、そういうとこだよね。あ、あれ徳さん、いやいやいや、あれで軟式の打ち方めちゃくちゃうまいよ。あれあら、本当ですか。本当によくあるプロの人ってボール潰れちゃう。あ、そうです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 。 だからのどうやって打つのかっていうのがプロでしょ。 あ、そうですね。軟式打ちは本当うまかったな。シーズンオフのなんかこう野球大会とかたまに行くんですけど、はいはいはい、必ずなんか商品持って帰ってくる。やっぱりそのプロの方が経験された軟式のコツあたりも、はい、聞きつつ、それは視聴者チャンネルでご覧ください。いや、こっちでやってくださいよ。ぜひこっちでお願いします。あとはゴールデングラブ獲得されてるその技術を、まあ、ライバルが実際を交えながら、はい、視聴者さん横に来ていただきつつ、ね、この間やってたじゃないですか、その外野手の、いやいや、野球持ってる選手の、また田上さん、あ、田上、はい、僕の大学の後輩なんですけど、田上選手に やってもらってた。いやいや、もう田上なんてのはもう全然です。いやいやいや、全然です。結構ガチでやってたじゃないですか。いやいや、もうあれはもう全然です。ダメなの、はい、ゴールデングラブ取ってないです、はい。
そういうことですね。はい、わかりました。それでは本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。わあ。食べてみると大きいっすね。確かに。いや、徳さんとさっき並んでた感じね、めちゃくちゃでかかったですよ。いや、俺の提供のイメージってやっぱ本当に森本さんだったよ。あ、大きくてパワーあって足速くて、はい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 、もうそういうとこに行くんだって思って一日で間違えたから大丈夫ですか肩を、確かに肩を情けないっすねあの時のもう情けない。これでもちょっと投げれるようになったよ、これでも。あ、そうなんですね。本当にもうここだけで痛かったから。でも肩ってね、トレーニングしっかりし続けないと、はい、こうなっちゃうんで。なるほど。草野球やってる皆さんも、はい、ぜひいきなりやるとずっと投げれなくなっちゃう可能性あるの。だから僕投げないんですよ。あ、そうなんです。一生投げられなくなっちゃうから、はいはい、肩って。はい、だから徐々にまた可動域出しながらストレッチしながら今やっとこのぐらい、やっとこれぐらいになったんですよ。本当投げるようになってきたんですよ。滑らかな。あ、ナイスボール。もうちょっとスムーズに投げれてたんだけど軟式投げる違和感とかは特にないんですか、ボールも。いや、もうもはやもうボールを投げなすぎてもうどっちでも簡単になってちょうどいいぐらいになってナイスボールって毎回言うのをちょっと気遣うから、ね、変なボールってナイスボールって言わなかった時、あ、ナイスボールじゃなかったんだって思うからやめてくれいや、プロは大体、はい、キャッチボールやってて本当にバチンってきたのだけ、おーナイスボールって毎回言わないから。じゃあちょっとプロ仕様でいきます。そう本当にいい球だけ。ナイスボール。バレてるじゃんスーってくる感じ、やっぱり強さ感じますよ。いいそう、はい、どうなる後輩の仕事したい。いやいや、あんまり嘘つかないですよ彼は。ナイスボール。あ、死んで嘘で。怒られて。練習がてら。あ、全然。センターは結構やっぱ距離ある。距離は結構気持ちいい。行きます。前目に行きます。うわー、うわー、綺麗だ。やば。うわー。いいスイングされてるやっぱり。すげえ。軟式に打つコツはね、はい、乗せるんだよ。乗せる、乗せる。で、プロ野球選手って投球を少しこう回転をかけてあげないと詰まっちゃうんだけど、はい、乗せる感じだから少しヘッドスイング強く振るんだけど、ヘッドスイングを抑える。あ、じゃあもうフルマックスではなく、なんかまあ8割とか8割5分とか。これがヘッドがグッと返るとキューっていう感じになっちゃうから極端に言えば、もうこのイメージ。ちょっとインパクトか時間がある感じですね。そうそう、乗ってる感じ。ギュッて投げてくるのに対してボールが柔らかくて、はい、このバットをガツンと出すとボールが潰れるじゃん。まず当たった瞬間潰れて、はい、その反発で飛んでいくんだけど、はい、これが潰れてる最中にギュッとこう下くぐっちゃうと、はい、ギュッポップです。そう、上がっちゃう、うん、でいかにボールとこのヘッド の角度を水平にこう持っていけるか、はい、真逆ですね。わお、こういう打球すげー、いい打球だ。こういうのは多分前から投げてきても潰れない。あー、すげー。はー、あー、これいい、これいい、あー、これいい、これいい、あー、これいい、これいい、あ、すげー、いい、入った。ほいちゃったじゃん。やばっ、え、やばっあっさり。あのスイングで行くんすか。いやいや、何されてます。俺ないっす。売れたらやばいっす。いやいや、全然です
マジか。ああ回転を与えないで打つ。もうボワーンってボワーンボールを通す。ああいい打球だ。どうしてもやっぱこう我々アマチュアはこう強く打つとか、うん、あのやっぱ考えたりしちゃいがちですけどね。何球の場合は。そうしたらじゃあこうやると潰れちゃって上に上がっちゃうって打ち方する。はい。ああやばい。これが全然すげえ強く打ってんだけど潰れた。ボールが潰れてギュッてこう。はい。柔らかい。ああ本当だ。全然潰れちゃってる。でも入った。詰まってますか。入るたびに下からのティーだからあれぐらいでも行くんだけど、前からの120キロぐらい来るとギュッて上がって止めない。それがこっち、トクさん打ちたいでしょ。あ、打ちたいです。ちょっと打っていいですか。もちろん。ありがとうございます。ちょっと変わって忘れた。トクさんの感じで。あ、全然です。どうですか。お願いします。おテレレテレテレレテレテレそれあんま体感したことないですね。それ体感したことないですね。試合出てない。試合出てない。ベンチ聞いてました。いける。お願いします。リースにしてない。おおありがとうございます。おおまだ切ってるか。でも全然森尾さんと違う。徳さんの1、2球の今の3球目見た感じは、はい、そのレベルのいい角度で入ってるんだけど、はい、軟式で飛ばそうって思う角度だと振れば振るほど擦っちゃう。もう少し下から。あ、なるほどですね。一瞬こうバチンじゃなくて一瞬こうヘッドを遅らせるぐらいの感じ。わかりました。あ、わかった今の。おい、わかった今の。おい、わかった今の。そうそうそう、はい、今のすごい乗っかった。あーでも飛ぶな。でもこれ結構難しいんだよ。やっぱ振りたいじゃん。振りたいっす。前から来て飛ばしたいからガチンって行きたいんだけど、逆に来て振らないように、振らないように乗っけようとしてすると意外とわーっていうのが軟式と硬式のからくり。もう一つ気をつけなきゃいけないのは、はい、それやってるとヘッドがだんだんこう遅れすぎてこうやって当たって、これは良くない。あ、なるほどですね。何でも野球でもゴルフでも、はい、ボールがあってこうやって当たるともうファールにしかならないから、はい、ちゃんと返ったところで当たらない。なるほどですね。そのバランスはもう練習で自分でやるしかない。返すけ右手は結構やっぱ意識されるんですか。ここバランスよくリストターン、こういった時に手首がしっかり返る。はい、はい、でもこれは返るのはいいんだけど返すのがよくない。あ、なるほど。返すと返す。なるほど。あ、すごい分かりやすいですね。見てて、なんか擦ってるなって言った時は少し、ヘッドを立てるイメージ。立てて振るってなると勝手に返る。はいはいはい。逆にこねてゴロとかフライバック上がっちゃう人が、はい、ゴルフスイングみたいに少し遅らせて下から打つぐらい、こうやって打つと下から打つとちょうど良くなるわけですね。見ないと分かんないよ。それはでも引き出しに。はい。野球選手も実は悪くなってくると、みんな、はい、右バッターだったら右肩、はい、左バッターだったら左肩、かぶってくるの。なんでかというと、当てたい、打ちたいって気持ちが強くなると、こうね、肩と連動してて、はい、出てきてしまってる。ああ。はいはいはい。ここちょっとでも出てくると出てる。から強く振ろうと思うと振れないから、カナダで振ろうとしてこのままで、シーズン通して結果残して選手が、はい、打てなくても焦らずに自分のスイングを心がけるから結果後からついてくる。なるほどですね。若く選手とか一軍を超えたいと思えば強いベロが強いほどこれがどんどん出てきて悪循環崩されてる。最初はいいんだよ。最初は、はい、タイミングがあるんだけど、そのうち成績残したいと、はい、試合出たい、はい、当てる、当てに行きたい、振れない、はい、体振る、あーない二軍に行くっていう繰り返し。あ、そうです。まあ、それはでもプロの方ではなくアマチュアでも一緒ですね。打ちたければ打ちたいほどだんと体がこう、うん、そこ我慢して我慢。なるほど。
ていうのがこれ。はい、というわけで明日はゴールデングラブ賞3回獲得した森本ひとりさんから目から鱗外野指導です。そして親切に教えてくださった森本ひとりさん YouTube 始めております、うん、動画概要欄をチェック。